さあ来いよ神様、おめえの理屈は聞き飽きた。そんな変身で神にかなうと思うな。このくらいはできるんだぞ。この程度か。この程度か。とっておきだ。こうバリアット。さあ決着をつけようぜ。できるんだぞ。こうバリアット、どっからでもかかってこいよ。実はこの辺り、夜な夜な叫び声が聞こえるって有名なんだ。プーアルも怖がっていることだし、噂が本当か確かめに来たわけなんだが。ふん、やっぱり何もいないじゃないか。なんだこいつら、新種の栽培マンか。同じ過ちを繰り返す俺じゃない。戦いを挑んだこと後悔させてやるぜ。どうした、どうした、もう終わりか。どうした、もう終わりか。どうした、もう終わりか。くらいはできるんだ。
てた？じゃなかった。五本。見たか、俺の勇姿。俺だってやればできるんだぞ。なんだ？また弱そうなのが。あ、痛い。おう、意外とやるじゃないか。これはちょっとピンチかも。このくらいはできるんだ。まだ出てくるのか？これは、俺では力不足かもしれん。このくらいはできるんだ。こいつやるじゃないか。どうした？このくらいはできるんだ。終わったのか？いや、まだだ。何かすごくでかいやつがこっちに。なんだこのでかいやつは。セル？よく見たらセルじゃないか。こんなの俺にどこできるわけ。いや待て、この木はご飯か。悪いが少し耐えてくれ。とっておきの助っ人を呼んできてやる。待たせたな。なんとか持ちこたえてくれたか。セルマックス、また現れるなんて。ゴーン、やるぞ。はい、あなたも一緒に戦ってください。それにしてもこんなすごいやつ相手によく持ちこたえてくれたよな。俺も負けていられないぞ。できるんだ。
子さん、妙だと思いませんか？ああ、奴はこの前戦ったセルマックスよりも弱かった。今のは偽物だったのか。偽物だなんてひどいな。確かに君たちが戦ったのとは違う個体だけど、あいつも正真正銘本物のセルマックスだよ。成長途中の個体を連れてきちゃったからちょっとだけ弱いかもだけどね。お前何者だ。どうしよっかな。超天才科学者とでも言っておこうかな。科学者？まさか貴様がさっきのセルマックスを作ったか。残念、僕にセルマックスは作れないよ。ただ違う歴史からセルマックスを借りてくるのは簡単なんだよね。さっきのは実験者実験のつもりだったんだけど、君たちが倒してくれちゃったせいでいろいろと台無しだよ。うさばらしに少しだけ付き合ってもらうからね。やっぱり強いな君たち。そうだ、せっかくだから面白いものを見せてあげるよ。それなんだ、体が、うわされたいようだな。ヤムチャさん僕はあっちでデータだけ取らせてもらうね。応援してるよ。くそ、こうなったらやるしかない。一体何を、なんだかものすごい力を手に入れていたような。まさかスーパーサイヤ人ならぬスーパー地球人に変身していたのか。俺もまだまだ捨てたもんじゃないぞ。そうだ、クリリンに自慢しちゃおっかな。